中華民国における直轄市とは中央政府である行政院が直轄する都市である。正式名称を行政院直轄市といい、その略称で院轄市とも呼ばれる。地方制度法第4条により人口125万人以上で政治や経済、文化、都市圏の発展の上で特別な必要のある地区に設置できると規定されている。 省と同格の行政区分とされ、市長は閣議にあたる行政委員会議に出席する資格を持つ。このため、直轄市の市長は強い政治的な影響力を持つ。1927年に発足した国民政府は、北京政府の行政区分を改め、中央政府による直轄市の設置など地方行政区分の改革を行った。その中で、 人口100万人を基準として直轄市を指定し、1948年までに直轄市の数は12となった。このうち、甲州市は、広東省の、西安市は、先西省の、新陽市は、遼年省のそれぞれ省とを兼ねていた。直轄市試験葛市直轄市は、台北市、高尾市のほか、2010年12月25日に、日北市、台中市、 台南市の3市が2014年12月25日に東園市が加わり6市になった。台湾省の凍結に伴い県や昇華市との差異が分かりにくくなっているが、主張や議会の選挙日や財政面において県市と直轄市は法制上異なるものとして扱われている。特に財政面における直轄市の優遇は著しく、地方交付税に当たると光る分配。 関の43%が直轄市の取り分とされている。一方、22県市は全体で39%の取り分しかない。こうした格差の是正を目的として、人口の多い台北県や台中市、東園県をはじめ、多くの県市が直轄市への昇格を求めた。当然、当時の2直轄市は、自らの取り分が減るため、 県市の直轄市昇格には反対を表明した。しかし、2007年5月、立法院において、地方制度法の第4条と第7条が改正され、人口200万人の県市には、直轄市昇格の前でも、直轄市に関する第34条、第35条が適用され、事実上の準直轄市となる道が開かれた。さらに、2009年になると、 台北県を、日北市として、直轄市に昇格させるほか、台中市と台中県が合併して誕生する、新たな台中市、及び、台南市と台南県が合併して誕生する、新たな台南市を昇格させ、高尾市と高尾県を合併して新たな高尾市にする、ことが行政院で決定された。また、東園県は2010年6月に人口が200万人を突破したことから、 2011年1月1日から事実上の準直轄市となり、2014年12月25日に当園市として直轄市に昇格した。台北市長に初めて直接選挙で選ばれた陳水編は市長時代の手腕を評価され、2000年に中華民国総統に就任した。元総統である李登輝も、 直轄市昇格後に感染だった台北市長の職を経験している。1998年に新水辺を破り2006年まで台北市長であった馬英九は2005年から2007年まで中国国民党の主席を務めたほか2008年に総統に就任した。元高雄市長の社長邸も1996年総統選挙において 副総統候補、2008年総統選挙に、総統候補として出馬した経験があり、民主進歩党主席や行政委員長を歴任している。陰王台北県昇格順直轄市、財政部議連昇北高西の中央党、光る分配、関台北市民権マスス,スムーケイ至る厳重損害、市政風評たち、現正しい反対の意見。台北市政府財政局。 2010年12月8日閲覧。ありがとうございます。